会食は中華だって。あ、昼中華食っちゃった。しかも俺呼ばれてないし。会食って明日だろ。あ、そうだわ。この店は明日定休日ですよ。どの店？誰が幹事でしたっけ？僕？いやイタリアンがいい。それは今言っちゃう。誰が計画したんだ？皆さん計画的にやりましょうよ。私も計画していいですか？もちろん。こうして計画的に計画は始まった。三菱 UFJ フィナンシャルグループ。ご利用ご返済は計画的にですよね。もちろん。100年の計画も1日の無計画でダメになる。それ誰の言葉？俺が考えた。私ちゃんと計画してますよ。そう、ちゃんとね、怪しいんだよね。計画ってスケジュールのことでしょ。それもあるけど。方法や手順をあらかじめ考える。とあります。あらかじめね。皆さん計画的にやりましょうよ。私も計画していいですか？もちろん。計画的に計画進行中。三菱 UFJ フィナンシャルグループ。ご利用ご返済は計画的にですよね。もちろん。